こんにちは。Meet Me at Noon というゲームです。やってみましょう。言語選択ができなくて、強制的に日本語が表示されてしまいます。チュートリアルを見ますか。ヒントを見る。各ステージには、太陽と月の2つのシンボルがあります。ステージをクリアするため、2人のキャラクターが同時にそれぞれのシンボルに重なるように移動しなさい。昼と夜で別のキャラクターを操作します。片方をプレイしている間、もう片方のキャラクターのアクションがプレイバックされます。プレイバックって巻き戻しなの？太陽のキャラクターは逆再生。月のキャラクターは同じ。うわぁ、マジ。マジ？なんか、性格的に逆な気がするけどな。太陽がそのまま進んで、月の方がトリッキーなイメージあるけど、逆なんだね。タイムラインを見れば、レベルをクリアするようなことやるアクションの数がわかります。ZX。はいはいはい。これ普通にあれか、コントローラー対応してんの？リユニオン。まず太陽が動く。え？これ、なんで今のありなんだ？今は今日よくわからない。太陽が一歩目、二歩目。で、月が一歩目で太陽が一歩回るでしょ。これがな、同時にっていう概念が、一瞬でもいいから両方に触れていることがあればそれをクリアとするってことか。この次って、この子はここに来て、この子はここに来るっていう動き方になるんだけど、なんだよね。なるんだけど、これが動いてからこれが動くので、その瞬間この2箇所にいるだろう。難しくない？もう今のこのステージって絶対それを学ばせるステージだから、それ使うんだよってこの後言ってんだよね。だからなんて言えばいいの？ここに移動するっていうところだけ見てると見落とすものがなんかある。じゃあその、星マークって何？ちょっと待ってね。操作確認。設定。早い動き。記録自体はなんかしないといけないんだ。あ、違う。降りたら戻れないがあるんだ。そういうことか。階段を降りることができるけど戻れないからさっきのはそうなってたんだ。ってこと？あいつやばいな、居場所。ってことはこれってさ、愛を取ってないからやり直しなのよ。1。これで1ターンになるんだね。そしたら、一番最初のターンで、まあ、いいでしょう。
まあいいでしょう。リープオブフェイス。推しが消えてるんだが。これぐらいしかできないよ。夜になったら星が出るってことは落下してほしいってことか。これであの子はあれを取るはず。なんかタイミングに癖あるな、やっぱり。逆再生だからスタチュース。あんまりやれることがないね、この子。死んではいけない。あ、下を向くっていうのでその場に留まるというのがあるのか。スイングステップ。ああ、そっかそっかそっか。これ先に、いや乗れないんだよ。なるほど。乗っけて上がってもらうの？そんなことできるのかな？これを1回のターンとして使えるってこと？むずいよな。むずいよな。むずいよな。ジャンプした。ジャンプ中であるっていう捉え方になるんだな、これ。プッシュ押されるのか。押せんのか。なになになに。これさ、逆再生してる間に太陽が逆向きのどこにいるか、ここにもカーソルが欲しくない？めちゃくちゃ欲しくない？それって。なんかすでに欲しい。気持ちとしてはもうすでに欲しいんだけど、表示されないもんなのか。なんで今こんな動き方になってんの？このアイコンが何を表してるかがよくわからない。下を押したから上右なんだけど、こんな経路だってたどらなくない？このアイコンは何を表してるんだ、マジで。あれ、これ星取ってないね。夜になるとこの星が出るんだけど、なんで？あ、その瞬間だけ星が出るんだ。なんだそれ。どうすればいいんだろう。このタイミングだけ星が出る。
どうやってあの星取るんだ。これだと最初に右に行くが発生するか取れるんだ。やはり欲しくないか。なんかあったところで処理順で混乱するんだから、なんかまあ自明である。あ、2番取ってない。まあ星の存在知らなかったもんね、この頃。あのターンで出る。なるほどね、星集めないと先行けないんだ。結構ステージあるね。で、ステップ数も増え、なんか押せない。太陽が下に行って、でここの道を作りたいというのがあるが、ブリッジ逆だ。あ、そうなるんだ。なるほどね。その場に維持してもそうなるんだ。下を押したら結局乗っかってる足場が移動してるから移動する。さっきのとこで前を押したらじゃあ落下してたのか、私は。ああ、落下するんだ。なるほどね。その場で維持するためには、そうだよね、自分が先行して入力されるんだから、右に僕が落ちる、その後に下にいる子が前に出るが正解だ。確かに。ああ、太陽の時間と月の時間が異なるというケースがある。完全にこう戻るわけではないんだね。今もさ、ずっと太陽先行できてるけど、そのうち月先行のステージ出てくるもんね。いずれそれを選ぶことができるとか、複数回太陽が来るとか、そういうこと言ってくる可能性が高い。東に登って沈んで、登って沈んでみたいな。太陽は順方向、月が動くことを前提にして、なんとなくやってますけど、まあ理解はできてないかな。一回のターンでやっぱ怒ってることが、ジャンプ中だったり、その、まだこう、しっかりと理解はできていない。ふわーふわーってやってます。夜になると星が出る。月が上に行く？どうやって？なんでできてんだよ。本当になんでできてんのだよ、毎回。
スカレーターステップ数が多いね。どういうこと？なんでなんでなんで、そうだ、僕勘違いしてる勘違いしてる、逆操作をするわけではなくてプレイバックするからだ。さっきの自分の、そうか、これコマンドがここに表示されてるんだけど、実際に起こっていることは座標を戻っているだけなんだよ。だからここの表記は正確ではない。これをしたことによって、あの落下する前のここに行っているっていうことをやっててるんだけど、じゃあその場合座標がずれた場合はどういう行動を取るんだ？わからない。わからない。2マス落下したみたいな記憶をしている場合は、2マス上に登ろうと試みるなのかな。そのさ、例えばなんかこう壁がさ5段目となんか3段目がこうやって穴が開いてる壁がこうあるとするじゃん。でそっから太陽の子がボワって降りましたという風に、コマンドとしては左を押したっていうコマンドだけ残るんだよね。でそれは逆再生された時に、ここにいる子に対して逆再生をすると右に行けっていうコマンドになるんだけど、その場合この子の右に行けっていうのはここに行くなのかここに行くなのか、それはどっちなんだろうなっていうのはどうやって判断してるんだろうな。やはりその何段落下しているっていう部分も暗示的に記憶しているのとしたらここに行くんだろうし、右へ押された位置、右へ押されて行ける場所っていうふうに考えると、ここが最短経路だからここに来るんだろうかみたいなことを考えてはいるんだけど、内部的なところなどよくわからないね。月が出るタイミングがあそこしかない。つまり3ターン目でこの子がここに来ないといけない。1,2,3 だな。ってことはこの最後のターンはなんかこの子がこれを押すみたいな行動は多分取るんだろうねっていうことはわかるけど、あれ押してない。こうか、押してない。あのあれか、僕が動いてから押さないといけないからなのか。まあ右
いや、押してくれないんだけど。でもさ、これ無理じゃない？あの、僕が太陽を押すっていう置き方をしないとダメじゃない？むず。え、無理じゃない？だってそれをすると僕が落下するってことになる。落下したら登ることができない。月は。ジャンプでもする？いや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 。月の方が移動が先なんだから。中に太陽があれ取れるか。ここもジャンプしないといけないからな。どうやってあれ行くんだ。順が変。折れない。どうやって取る？星を取った場合ってさ、クリアはしなくていいとかあるのかな？もしそうだとしたら、月を下に落としていいってことになるんだが。これをさ、じゃあここでやめますってしたら、いや、取った扱いになってないよね。なんだこれ。落ちたら登れないは絶対だろう。
これってでも、この場所、この場所でここにいろよっていう話なのか。間に合わなくない？ここは登れないんだよね。あそこに太陽がいるよねっていう状態を作ると乗れない。一番最初にやらなくて、どうしようない、そんなの。なんだこれ。さ、そうなんだよ。これ、俺を乗っけに来ると間に合わないよ。うわ、あー、それなんだ。これターンの関係だな。あの、僕の時間って。ジャンプして降りるで1ターンではないんだ。ジャンプをしたら太陽が動くんだ。僕が降りる前に。それは知らなかったな。それは知らなかったわ。じゃあ私は落下してもよかったんだね。タイミングをどうやって合わせるか。これは遅い。
なるほど。ジャンプ関係がやっぱり変だよね。普通の1ターンの考え方でいるとハマってしまう。飛び上がったという部分を記録してるんだよ。太陽もそうだよね。飛び上がっている状態をあいつは維持してるから。なるほどね。じゃあ今日はこんなところにしましょうか。挙動の癖が強い。そしてステージ数がすごいので、どれか一個でも見逃すとハマるよねっていう気がして怖いわ。ステップ数が少ないのが今のところ救いだよ。昼の時間が10でもう夜の時間が10だと20点になるから、20点になると結構辛いわね。あ、頑張っていきましょう。では。